いやもうちなみに、今、ケインで、ランク、7連敗ぐらいしてます。回り方は全然何も問題ないですね。よかったっす。普通に。で、なんかミッドがめっちゃ HP 削り合ってて、ヘカリム来る前に行った方がいいかなと思っそうですね、いいってて。すね、確かに。あ、惜しい。全然悪くないですね。もう 俺も多分行くんだろうなって感じの動きしてるから。で、まあちょっとカニは諦めかなーっていそうですうね、諦め感じでて。した。あとちょっと見に行くだけみたいな。メロンソ2本かな。何があ、ロンソ涙か。かっちゃいました。序盤だと結構ロンソ2本でもあ、は強いでい。すね。ダメだでちょっも確かとにいいけど。2手目村マナモネ行くか、そのブラックリとか行く方がいいのかってのが、まあ、あと、もともとラバナス積んでたんですけど、なんかはい。ナーフされたのもあって、違う方ああ、がちょっと確かいいに。のかなと思って、あれで、ボアドリ目指してました、最初は。小当たりなー。あんま俺好きじゃないんだよな、最近。なんかでも、殺しきれないですよね、ボア殺しドリきれだないですと。ね。フローラークうん。ローを積んの本当に、かゆいところに届くし、回復するし。いいジャングルカバー。これ、いいカバーなんですけど、もう、はい。自分、一緒のヘカリムとはもう、多分、勝てないんで、2対2とかは。はい。もう逆サイドで動かせた方が、多分、いいと思います。これで取り勝って、狼かと下側行った方が、多分、うまく動かしてると思うし、い。ファームする時間が、多くなってるんですよ、ケインって。そういう時はもう、黄色トリンケット持って、敵のジャはい。ああ、はンい。グルに、トリンケットを置いた方がいいです。この辺とかに暇な時間だったらもう、ここだったり、ここのあたり、このブッシュのあたり置いとくとめちゃめちゃいいですね。ジャングルって片方を明るくすると、もしこっちにいなかったら逆側にいることになるんで、どっちか、多分ここを取っとけば、だいたいジャングルの位置ってわかるんで、ここ取って、た方が多分もっと動きやすいとそ思れいあまれですすかね。ね、もう結構もう勝てないというか、相手のそうですね、逆勝にて勝なてないと。いとトップガンクが決まんない時はい。にした方がいいですね。ナイス。ちょっと落ち舐めてそう。ました、採用。あ、びっいいくりしまよ。した、やられたとき。今、ゴアドリって結構 HP 積はい。むこと多いじゃないですか。で、フローはい。ラークローとかって脅威とか先 AD とか積むんで、ジャングル狩る速度が速くなるんで、あと、ああ。変身速、変、序盤のガンクのダメージも上がって結構変身しやすくなるんで、はい。俺も結構ゴアドリービルド使うんですけど、はい。あまり、あれですね、あまり献身できないそう。こと多いから、フローなんかラー結クロー構味の方が。方が、なんかタンク目がいるときは、そうですね。フローラー行ってたんですけど、なんか今回だと、ちょっと自分がフロント役を担えた方がいいのかなと思って。でもソロキュー、多分チームの考えだったら、多分それが正解なんですけど、ソルキューって多分そういう考え方じゃ多分上がんない。あ、そうもですね、う全員倒してくらいの。全員倒してとか味方をおとりにしてもいいからみたいな。はい。ソルキューって本当にそういう
もうソロでプレイするみたいなもう感じなんで、はい、そうですね。俺はあまり、俺だったらプロラークロー行くなっていうのと、はい、結構味方の連めちゃめちゃ見てて、でもチーム戦だったらすごいやりやすいジャングラーだと思うんですけど、はい、ソルキルはやっぱ自分がキャリーしないといけないんで、もうこういうファイトとかも無視して、はい、無視してファームしても全然いいと思いますね。序盤フルクリアした方が多分後々安定することも多いんで、はい、なんかこういうレーンを見てよりよりはもう勝ってから寄った方が多分後々多分キャリーしやすくなり、うん、なると思いますね。ここで事故ったりなんか決まんなかったりすると自分まで腐っちゃうんで、はい、8分8分になったらもうヘラルドを意識するととてもいいと思う。ここをヘラルド触っても来ちゃったらもう上げちゃう感じでもういいと、はい、とても、うーん、ガンクラはめちゃめちゃなんかオブジェクトとかガンクの仕方によるんですけど、はい、トップを勝たせたらヘラルドみたいな、あのただガンクしてキルだけだとなんかあんま美味しくないっていうか、はい、ボットを勝たせたらドラゴンを取るとか、なんかそういうもっとつながる、キルしてつながることを多分続けた方がもうキャリーしやすくなると思いますね、はい、僕もちょっとでもここヘラルド取りたくて、確かにそうですね、なんかあの1個レーンどっかガンクしてから行こうかなっていうので、まあ、一応トップ行ったんですけども、やっぱもうそれだったら触っちゃった方がいいんですかね。そうですね、もう触ってもう来たら捉え、はい、もうじゃあもうドンマイぐらいで、ドンマイぐらいでちょっとでも勝率上がるのは、うん、勝率上がることを何回もした方が多分いいんで、はい、このままなんか普通にやって負けるよりはちょっと違ったことやって、はい、無理やり勝たした方が多分勝率は良くなると思いますね。わかりました。今のメタ結構フルクリアがすごい強いメタなんで、はい、フルクリアしてからなんかガンクした方が多分とてもいいっすね。結局でもそれラバナスって今どうなったんですか。ラバナスさっき積んだんですけど全然多分強、あのファーム速度は速いんで積んでもいいと思うんですけど、はい、結局だからそのファームでもう差をつける的な、そうファームして、はい、多分ファームしてドラゴンだったりヘラルドのファイトを勝つみたいな動きの方が多分すごい強いと思うんで、はい、まあ、ジャングルモンスターもあれなんですけど、はい、あのカエルとか湧いたら狩りに行くんじゃなくてもう湧く前から狩りに行った方がいいんですよ。なんかジャングルとミニオンの違いってミニオンでも勝手に出てくるじゃないですか。あ、はい、ジャングルって狩るほどどんどん出るスピードが、出るスピードっていうか出る時間が短くなるんで、はい、いっぱいそういうのを意識しながら狩ると多分ファーム速度がすごい速くなって、経験値も、経験値とかお金もすごいもらえるんで、はい、結局多分ソルキルって多分ファームした方が絶対強いんでジャングルって、はい、もうこの時ヘカリムとの CS 差見て絶望してましたあと自分が勝てる時間帯とかも、はい、考えてます。最初は結構このヘカリムそんな強くないイメージあって、はい、最初か、まあ、変身してからかなみたいな、そうですね、イメージです。今ヘカリム確かにめちゃめちゃ強いもんな。めっちゃ強いです。俺このパッチの時ヘカリム勝つの難しいし、ね、腐ったらすごい倒しやすいんだけど、もう結局この時間になるともう自分のジャングルファームするのは結構大事なんで、敵に捉えるのはファーム早くしてなくして、敵がミスったところをキャリーするか、自分のフラッシュが上がった時なんかシャットダウン取りに来た方がいいんで、きついでもこんな光に育ったら、いやもう最強でしたこの
もうしょうがないですよ。結構マルズハールで懸念エイズリアルでしょ。難しいっすね。